どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンの利用できるところがですね発表されましたので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。9月29日にですね GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンのね利用できるところが発表されまして、やっとね発表されたっていう感じですよね。この動画を作ってるのは9月の29日ということで、この動画をアップしてるのはですね9月30日なわけなんですけども、まあ明日からですからね、 GoTo トラベルキャンペーンのこの地域クーポン開始になるのですね。ですのでやっとっていう感じですよね。で利用できるね先なんですけども、現時点ではですねかなりね幅広い感じで利用することができます。コンビニ、飲食店、レンタカー、家電量販店、ホテルレストラン、ユニクロ、駅ビル、空港といった感じでですね、まあ、様々なところでですね利用することができるっていった感じになっております。この利用できるね先についてはですね、公式サイト概要欄にね載せておきますんで、そちらからですね駅名とかジャンルとかですね検索することができますので、そちらね利用してみていただけたらなというふうに思います。でですね、こちらの地域クーポンについてもですね注意点っていうのがねありますので、ぜひね最後までご覧いただけたらなというふうに思います。またですね、この動画を作成させていただいているのは9月29日時点のね情報というふうになりますので、まあ変更はですねないと思うんですけども、もしかしたらねあるかもしれませんので、この点はですねご了承いただければなというふうに思います。まずですね、この地域クーポンはですね電子クーポンと紙クーポンということで2つね分かれているんですよね。こちら知ってる方ね、いらっしゃると思うんですけども、紙クーポンについてはですね基本的にどこでもね利用できるっていうふうになると思うんですけども、問題はですね電子クーポンなんですよね。こちらは利用できるお店とできないお店っていうのがですね決まっているっていった感じになりますんで、予約をですねすでにお持ちの方はですねご自身でどちらがでね付与されるのかですね確認していただけたらなというふうに思います。でどうやって確認するかっていう感じなんですけども、ステイナビではないねホテルに直接予約されている方はですね宿泊施設にですね直接問い合わせるっていった形になるわけなんですけども、楽天トラベルのですね予約サイトの利用できる時間とですね紙なのか電子クーポンなのかっていうのをですねちょっとまとめさせていただいたんですけども、ステイナビについては紙クーポンで利用できるのはチェックインからっていうふうになっておりまして、ジャランも、紙クーポンですね、チェックイン時から利用することができます。楽天トラベルも紙、でチェックインからですね。でヤフートラベルと一休については電子クーポンっていうふうになっておりまして、こちらチェックイン当日の15時からね利用できるっていった形になっております。こちらについてはですね予約サイトによってね変わるっていった形になりますんで、この点はね注意していただけたらなっていうふうに思います。次にですね、地域クーポンの付与についてなんですけども、紙クーポンについてはですね1000円区切りで付与されるということで、まあこちらはね大丈夫かなというふうに思うんですけども、問題はですねこの電子クーポンに関してなんですよね。この電子クーポンは1000円、2000円、5000円っていうふうにね分かれておりまして、注意していただきたいのはお釣りが出ないっていう点なんですよね。利用金額についてはですね自分で指定してね利用するっていう形にはなるわけなんですけども、使い切れる金額ですね発行するようにねしていただいて、端数が出た場合はですねそちらは他のね決済方法で支払った方がですねお得っていう風になりますんで、ここねミスしてしまうと非常にもったいないので、この点はね注意していただきたいなっていう風に思います。次にですねクーポンの受け取り方法についてなんですけども、紙クーポンについてはですね、まあ、そのまま受け取るっていった形になるので大丈夫だと思うんですけども、電子クーポンの受け取り方法と利用方法についてなんですけども、まずですねクーポン発行サイトにアクセスしていただきます。こちらのサイトについてはですね動画の概要欄に載せておきますので、そちらね確認していただけたらなというふうに思います。でアクセスしたらですね必要事項をですね入力していただくっていった形になります。次にですねクーポンを受領していただいて、残高についてはですねマイページで確認できるっていった形になります。
でここからですね利用方法っていう風になるわけなんですけども、こんな感じでですね残高が表示されておりますので、利用したい金額をですね押してクーポンをですね発券するっていった形になります。ここでですねお釣りが出ないっていう風になりますんで、利用するねギリギリの金額でクーポンを発券していただいて、端数についてはですね他の決済サービスで支払った方がですねお得っていった形になります。でですねクーポンを発券したらですね QR コードをスキャンするっていうのをねクリックしていただきます。そうするとですねカメラが起動しますんで、店舗のね QR コードを読み込んで利用するっていった形になります。でですね次の画面で利用済みを押すっていう形になりまして、こちらをですね店員の方に見せて、完了っていった形になります。こちらについてはですね必ず店員さんにですね提示してくださいっていう風にね記載されておりますんで、こちらね見せるのを忘れないようにねしていただけたらなっていう風に思います。普段ですね QR コードね利用されている方であれば、まあそこまでね難しくないかなっていう風に思います。次にですね地域クーポンが利用できる先なんですけども、利用先にですねホテルが掲載されているということで、こちらね疑問に思っている方ねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、ホテルの宿泊代にはですねこの地域クーポンというのは利用することができません。まあ当たり前なんですけども、私もですね最初こちら対象にですねホテルの名前がバンバン入っておりまして、もしやと思ったわけなんですけども、公式サイトにですねこういう記載ありますので、地域クーポンに関してはですね宿泊代に利用することができません。また地域クーポンはね利用できる先についてなんですけども、このようなねステッカー等々が貼られるっていう風になりますんで、こちらね目印にしていただけたらなっていう風に思います。次にですねマリオットボンボイホテルのね利用先についてなんですけども、一応ですねホテルの方には確認させていただいてるんですけども、これねもしね間違ってたら結構大変なことになりますんで、利用する際はですね事前にねホテルに確認するようにしていただけたらなっていう風に思います。でですね利用できるところについてなんですけども、ホテルのレストラン、あとスパ、ルームサービスには利用可能っていう風になっております。またね、ホテル内のレストランで、利用できるということですんで、こちらですねステータスのね割引っていうのがねレストランに関してはあるわけなんですけども、こちらについてもですね併用可能っていう風になっております。ですので SPG アメックスね保有されている方、マリオットボムねゴールド会員っていう風になりますんで、こちらについてはですね 20% の、ね、割引は受けられるっていった形になりまして、プラチナ以上の、ね、方であれば 30% ね割引受けることができますので、こちら併用できるという風になってますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていう風に思っております。次にですね利用できないところなんですけども、追加ベッド代、またですねクラブラウンジの利用代金には利用できないっていう風になっておりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。またですね先日こちらの動画ですねディズニーランドをお得に利用できる方法ということで動画ね出させていただきましたけども、シェラトングランド東京ベイホテルについてはですねホテル内の売店ありますよね、そちらについてはですねまだね利用できるかどうか決まってないっていう風になっております。こちらについてはですね今申請中ということで順次ね対応していくっていう風になると思うんですけども、現時点ではですねまだわからないっていった形になります。ですのでこちらね利用される方はですね利用する前にですねホテルの方にね確認していただけたらなっていう風に思います。シェラトングランド東京ベイホテルにはですねホテル内にディズニーストアがねあったりしますんで、まあパーク内のねお土産とはね多少異なるとは思うんですけども、お土産でね利用できるっていうのはですねかなりねいいのかなっていう風に思います。またですね今現時点でディズニーランドのね近くで、ディズニーストアでね利用できそうなところはですね舞浜駅の近くにですねイスクピアっていうね商業施設がねあるわけなんですけども、こちらの中に入ってるねディズニーストアであれば現時点でですねもう利用できるっていうのはですね公式サイトに載っておりますんで、もしね時間があるようであればですねこちらでね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。先日ね紹介させていただいた動画についてはですねディズニーランドのね利用できるのは翌日っていうふうになっておりますんで、チェックインしたね当日等々にですね行っていただいて利用していただくっていうのも悪くないのかなっていうふうに思います。またなんですけども、こちらのお店についてはですね今現時点では紙クーポンしかね利用できないっていうふうになっておりますんで、
この点はですね、マリオットボンボイであればですね、ステイナビっていう風になりますんで、紙クーポンなので大丈夫かなという風に思うんですけども、他のね予約サイト等々でね利用されているのであればですね、こちらね注意していただけたらなという風に思います。またですね、ディズニーランド内のレストランもですね利用できるところがねありますので、こちらもですね利用できそうな方はぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。ですけども、まあディズニーランドということですので、利用される方はですね予約等々がね必要になるというふうに思いますので、この点もね押さえておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回は GoTo トラベルキャンペーン地域クーポン利用できるところが発表されたということで動画ね解説させていただきましたけども、個人的にはですねもうちょっと利用できるところね少ないかなというふうに思っていたわけなんですけども、まあ、家電量販店とかユニクロとかですね、駅ビル空港とかですね、レンタカーもそうなんですけども、結構いろんなところでね利用できるっていった感じになっておりますんで、この地域クーポンねかなりね利用しやすいのではないのかなというふうに思っております。まあ最悪ですね家電量販店とかですね、まあ最悪コンビニとかもね利用できるっていった形になりますんで、まあね使い切れないっていうのはねそこまで考えられないのかなっていうふうに思っております。いや本当にねこんな感じに発表されてね本当に良かったなっていうふうに思っております。もしかしたらですねこの地域クーポンもですねかなりね利用幅がもっとね狭い感じで始まるかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、結構いろんなところでね利用することができますんで、旅行する時にですねこのサービスもしかしたら GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンね使えないかなっていった感じで一度ね検索するようにねしてみていただけたらなっていうふうに思っております。今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。